山内和とよ。山内勝とよは、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。土佐山内氏、土佐藩書大藩主。家門は三つ、柏門。父は岩倉織田氏の重臣、山内森とよ。母は、宝州に。祖父は、久しとよ。兄に重郎、弟に安とよ。妻は内女の子で知られる、賢章院。 通称は家門もしくは家門。後に安豊の長男、忠義、第二大藩主を養子とした。豊臣秀吉、徳川家康らに仕え、関ヶ原の戦いの小山表情において率先して、徳川方に従った功績により、土佐国九万八千国を与えられた。その後、公騎士により二十万二千六百国に数をされた。山内氏の出自について、 江戸時代後半に作成された、完成重修書家府に、土佐藩が提出した内容によれば、藤原秀里の子孫である、須藤山内氏の末裔である。ただし、須藤山内氏の明らかな末裔は、戦国時代当時には別に貧乏に存在し、この山内氏はその後も利氏に帰属し、江戸時代まで続いているている一方、和豊の山内氏は、祖,祖父以前から八代分について名前すら、 伝わっておらず、須藤山内氏の末裔であるか否かは不明である。また、合津地方では、足なしに仕えた山内氏、須藤山内氏の初流の子が、ルローテの長に仕えたのが和豊であるとする伝承も、あるが、これは、終わり時代の和豊の自責と合致しないために、否定されている。和豊の山内氏が、尾張国、愛知県西部に名を表すようになったのは、和豊の祖父。 久し豊かからであると考えられている。それ以前については、丹波三宮城、京都府府内郡京丹波町三宮あたりを拠点していた、小豪族がそれに当たるとも考えられるが、定かではない。その可能性を匂わせる資料は残っている。ただし、和豊の父、森豊については、尾張上四軍を支配する、守護大岩倉小田氏二重として仕えていたことは、間違いない。 山内の読みについて、多くの歴史参考書や辞典などでは、山の内と読むとされてきた。これは、土佐山内氏が祖先であるとする、須藤山内氏が、山の内と読むことによる。現に、須藤山内氏が、名字のもととした鎌倉、山内省、神奈川県鎌倉市山の内の地名は、山の内と読む。一方、和豊の山内氏は、起質の、完成重修書家には、 山内と、ひらがなで、ルビが触れている。また、ヨドデンの次女大倉教局によるカズトヨ宛の書簡には、ひらがなで、山内津島殿となっており、これらの点から最近では、山内と読むのが正しいと考えられている。カズトヨの読みについては、一般的には、カズトヨと読まれてきたが、カズトヨが変記を歌詞に与えた、才の読みから、カズトヨと考えられている。 岩倉織田氏の重臣、山内森豊の三男として、尾張国羽栗軍、黒田、現在の愛知県一宮敷曽川町、黒田の黒田城、もしくは、岩倉、現在の愛知県岩倉市に生まれる。当時三大家は、岩倉織田氏、当主は、織田信康、後に信忠の配下で、父の森豊は、家老として仕えていた。やがて、岩倉織田氏は、同族の織田信長と対立する。 工事三年、1557年に、兄十郎が、盗賊、織田信長の手勢であると言われるに、黒田城を襲撃された際に、内地に、さらに永禄二年、1559年に、岩倉城が落城した際、父の森豊は内地にもしくは自陣する。こうして、主家と当主を失った、山内一族は離散し、諸国を流浪する。和豊は、刈安賀城、 一宮氏主、浅井新八郎、聖邸をはじめ、松倉城、岐阜県各務原氏主、前の長安、美濃国牧村城、岐阜県安八郡安八町主、牧村聖林や大見国瀬田城、滋賀県を打つ主、岡影隆に仕える。影隆が、織田信長に逆らって出奔したことから、永禄十一年、1568年頃から、信長の配下に入り、木下秀吉、 後の豊臣秀吉の下で兼人となったと考えられるが、秀吉への士官を天正二年頃とする説もある。元気元年、1570年9月の姉川の戦いで偉人し、天正元年、1573年8月の朝倉氏との利坂の戦いでは顔に重傷を負いながらも敵将三段、佐き影門を討ち取った。この戦闘の際、 和豊の方に刺さったとされる矢は、矢を抜いた老頭のご当ため、清の子孫が家宝とし、現在、高知県秋市の歴史民俗資料館に所蔵されている。これらの功績により、大見国浅江軍東国、現在の長浜市東国町で400国を与えられた。なお、山内和豊の妻子と賢秀院との結婚は、元記念館から天正元年、1573年。 の間であったとみられる。天正四年1576年の畜部東方賀町に山内家門と署名しており、この頃までには秀吉の直進となっていたことが確認されている。天正五年1577年には、張馬国有年、兵庫県阿公市内を中心に二千国を領した。その後も秀吉の中国地方計略に加わり、 はりの三木城をめぐる戦い、三木河川や稲葉の鳥取城包囲、高松城水目、備中高松城め、の戦いなどに参加している。天正九年、1581年の馬んえの際に、は、妻が蓄えておいたおんごんで両馬を買って、夫に、武士の面目を施させたという美談がある。天正十一年きゅういちのしヶ岳の戦いでは、 その前哨である伊勢亀山城、三重県亀山市攻めで一番乗りの手柄を挙げている。また、翌12年、1584年の小牧、長久手の戦いでは、秀吉の命で家康を包囲するための付け城構築の作業に当たっている。四国平定後、橋場秀治、豊臣秀治が大幅に加造されると、田中義政、堀尾義春、 中村和氏、一柳自家松と共にその宿老の一人として付けられて、天正十三年、1585年には、若狭国高浜城主、間もなく、秀次が大見八万に転覆すると、和ずよも、大見へ移り、長浜城主として二万国を領した。天正十八年、1590年の小田原征伐にも参戦し、秀次に従い山中城攻めにも参加した。 織田信夫の海域に伴って、再び秀次が、終わり、伊勢で火蔵されると、和ずとよら宿老衆も転封して、とうとう海国掛川に五万千国の所領を与えられた。この頃から大名としての行動が見られ、掛川では、城の集築と、城下町づくりを行い、さらに、洪水の多かった、大井川の堤防の建設や、流路の変更を川向かいを領する寸府城主。 中村和二と共に言っている。朝鮮の役では他の秀治配下の初代名と同じく出兵を免れたが、軍船の建造や伏見城の不審などを担当して妊婦を教室した。文禄四年、1595年に秀治が無本の疑いで処刑され、この頃に秀治の宿老であった前の長安と、 渡瀬茂戦はこの事件の責任を負わされて、秀次を弁護した、茂船は切腹を命じられ、長安は中村和氏に預かりとされて実況後、玉物氏とされた。しかし、和豊や田中、中村、堀原配下の大名衆は、秀吉の命令を遂行して、秀次らを取り調べる立場となり、秀次の初段の後で逆に医療から8000国を数えされている。 秀吉の死後の慶長五年、1600年には後、大老の徳川家康に従って、合図の上杉影勝の討伐に参加した。家康の留守中に五奉行の石田三成らが挙兵すると、和豊は下屋国小山における軍議、小山表情で、諸将が東軍西軍への挙手に迷う中、真っ先に自分の居城である掛川城を家康に提供する旨を発言し、 その関心を買って当軍に組みした。この居城を提供する案は、堀尾正氏と事前に協議した際に、堀尾が発案したが、油断してうっかり漏らしたものを聞き、自分の案として、家康に申し出、感謝を受けたと言われる。また、大阪の妻からの密書で、石田三成の挙兵の知らせを受けたという話も、有名である。これらは、話の信憑性には疑問があるものの、 東海道筋の他の大名である中村和氏が死の床にあり、同じく、ただし死の父である堀尾義春も死角に襲われて重傷を負うなど老練な世代が行動力を失っている中で周辺の勢力が東軍に着くようとよが取りまとめていた。三河国吉田城主の池田輝政など、この時期に和とよと接触しており、 豊臣恩子の家臣衆の取りまとめ役を果たしていたと考えられる。関ヶ原の戦いの前哨戦である川田島村と米野村での戦いで、西軍に味方した岐阜城主の小田秀信の軍勢を池田照正や浅野義長らと共に破った。本戦でこれらの武将は南宮山に陣取った、毛利、長宗壁軍などの抑えを担当したが、 東軍に内容していた毛利軍戦方の吉川、広い江体が南宮山にいたために、さしたる戦闘もなく、テルマサを残して、主戦場へ移動した。戦後は小山会議で挙手を決めかねていた諸侯を、徳川家丹に向かわせた発言が功績として評価され、都佐国一国、九万八千国を与えられた。後に、公示騎士により二十万二千六百国を、幕府から認められている。 慶長六年、1601年、掛川から土佐に違法となり、裏土城に入城する。大幅な画像があり、よそから入部してきた大名は、ただでさえ人手も足りなくなるので、地元の元家臣を大量に雇用するのがであったが、一両部族を中心とした、旧長祖壁氏の家臣団は新領主に反発し、土佐国内で多くの紛争、旧首、長祖壁森地下の復帰を求めるなどを起こした。 これに対してカズトヨは、新規メシカの家臣は、髪型で募るなど、重要な役職を、主に外来の家臣で固めたが、有益な長祖壁求心は懐柔して登用した。当時はまだ、土佐領内に不満分子が完全に排除されていなかったため、高知城の築城の際などには、カズトヨと、同小族六人衆を影武者として、共に現地を視察したという。 高知平野内の大高坂山に、当地の中心拠点として、高知城を築城し、城下町の整備を行った。領民に対して、食中毒を気遣い、カツオを刺身で食べることを禁じたという話が伝わる。それに対し、領民がカツオの表面の実を炙り、刺身ではないと言い繕って、食すようになった。これがカツオの叩たたきの起源だとされている。慶長8年 1603年、豊臣生を歌死されて、14人した、戸佐守に助任された。慶長10年、1605年、高知城にて病死した。京年60、法名は、大通院伝心法修伝大古寺。墓所は、高知県高知市天神町の日輪山神女寺の三内科墓所。京都市京区花園明神寺町の、消防山明神寺大通院。 現在、高知城には、右上の写真にあるカズトヨが、騎馬姿で槍を持った姿の銅像が建てられている。カズトヨの妻である賢証院、千代、松は夫を、内助の甲で助けた犬祭とされており、嫁入りの持参金、貧しいながらも貯めたへそくりとの説もあるで、名馬、鏡くりげを買った。この逸話は、特に第二次世界大戦以前の日本において、教科書に取り上げられ、 女性のあるべき姿として学校教育に用いられた。真偽のほどは定かではないが、千代神の由来になった人物としても知られている。山内和豊に関連する市町村が集まって、和豊公安度千代様サミットが開かれている。平成六年、九百九十四年結成。旧都佐藩にあたる高知市では、読みについては、現、山内屋、元校舎区伝、資料。 経図、家臣に与えた返記も同様により、山内勝とよである。このサミット以外に、血縁関係の市町村が結成するサミットには、伊達交流サミットなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。